私も早い早い早いじゃん。こんにちは、広報の土井さんです。よろしくお願いします。どうも。レースが入ってきました。LED の形は他の車にはあんまりないような、ヘッドライトの周りにはついてるんですけど、割と形はユニークですよね。それからラジエーターグリルに相当するところがやっぱり特徴があって、真ん中のテスラのマークのところの今プラスチックで覆われてて、普通 のガソリンエンジンみたいな大きなラジエーターついてないんですね。これバッテリー冷やすためにラジエーターはあるみたいなんですけど、これ下の方にメッシュがあるだけで、開口部の大きさは大きくないので、これはこの車の特徴的なフロントマスクを作り出していますね。ドアミラーのとこ見ていただくと LED はついてなくて、どうしてかなと思うんですけど、これは実際の販売モデルになるとつくのかもしれませんね。今試乗は定員乗車の5名ずつでやってるんですけど、さっき私は試乗させてもらいましたけど、5名でもかなりの加速をするのですごく良かったです。エアサスのモデルですね。これはワインレッドのやつで、見た感じでは白あるいは黒よりもこのワインレッドのやつが一番このとても映える形の色でいいんではないかなと思います。このグラマラスのボディがとてもよく見えると思います。ヘッドライトの下のフォグランプみたいなところの処理のところは割と普通のメルセデス の車みたいな処理の仕方ですね。この車が出るときに今度は横腹のところのフロントフェンダーの後ろ側のマークを見てほしいんですけど、昔のマークはもうちょっと立体的な感じで電気がつくような格好になってたと思うんですけども、では割と平らなオーナメント、銀色のシルバーのオーナメントがついてるような感じです。ここですね、こんな感じでシルバーじゃん。今度はタイヤのロードクリアランスのところを見てほしいんですけども、ホイールアーチに対するタイヤはすごく低い位置にあってですね、こんな感じですよ。これ割とローダウンした感じですよね。これエアサスペンションが搭載されているシグネチャーっていう最上位のモデルが今日は市場に使われているようなんですけれども、それだとエアサスペンションで自動的に車高をコントロールするのでかなり低めになっているんだよというふうな説明をエンジニアの人がしてくれました。けどちょっと見えないけどドアハンドルのところはほらフラッシュサーフェイス化されてるんですけど、あれ触ると出てくるようなやつだったけど今出てこないような風になってるみたいです。触るだけで開くようになってるんですかね。どうやってドア開けてるのかちょっとよくわからないんだけど、ちょっと後でよく見てみたいと思います。ピーラー、ピーター、ミスター・ピーター・ローリン、ローリンソン is a chief engineer. Thank you for it's a great honor to meet you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much.今の聞いたらね、ドアハンドルのところは今週はほらいっぱいいろんな人が乗り降りするからいっぺん出てこないようにしてあるんですって。でも普通は出るんだそうです。シグネチャー特別カラーの、レッドワインのやつが来たのでこれ乗りたいと思います。内装をちょっとよく見ていただきたいんですけど、これがこういう椅子がねこういう風な形、すごい素敵なデザインですよ。はい、乗せてもらいます。こんにちは。 Hello. Hi, San Francisco.This red wine is a special color for signature. I believe it will be. Okay. Awesome. これ割とね後ろもね
足のクリアランスがあるんで、この人すごい大きいわけなんですけど、あでもかなり前に出してるよね、前に出してるけど、こんな風な感じでまあまあ悪くないと思います。あこれ4人で乗るんです。 Yes、yeah. そこ左のところはね、これあのスピードメーターとかありますね。 This is a consumption rate. Yes, it is. Of あの energy ね。 Yeah, it's, it shows energy taking out and going back in. Wow, he looked like he was going fast. Yeah. I bet you can go faster. This is our car. This is our car, yes. On the Google map, I think. I believe it's Google. This is slalom, right? So, you know, there isn't a lot of body roll. The car handles really well. Uh-huh. Battery pack's very low. Gets the center of gravity of the car very low. Mm-hmm. Makes it kind of feel like a big go-kart. Oh, it's quite fast. Ridiculous. How fast were you going just now? About 70. 70, damn. Does this car have some performance version? There might be a performance version coming out. This is the standard. This is the standard. A signature car, but it's not a performance. There's talks of a performance version. これ改正するとこうやって戻る。待って、踏むと緑になる。あ、改正すると緑になる。踏むと多分黄色になるんですね、あそこがね。多分ね。Wait, you drive a Mini Cooper? Yeah. Countryman or? No, the original. I actually have two sunroofs. The green one is regenerates the energy. Yes. And orange is going out, green is going in. But it just you lose the go-kart feeling, unfortunately. Oh, yeah. Okay. That's great. Thank you very much. Yeah, I hope you enjoyed it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.はい、こんにちは、竹内さんです。よろしくお願いします。今チャージポートの説明をしてくださいます。はい、モデル S はですね、こちらの、あのバックライトの後ろのところに、こちらにチャージングポートになりまして、あの非常に小さいあのチャージャーになります。ロードスターの場合、面白いね、もう少し大きくなってるんですけども、かなり小さくて、ね、はい、そうですよね、ロードスターのもっとでっかい、はい、いかにもゴボってこう差し込むみたいになったけど、これはガソリンと同じような感じなんですけれども、やはりモデル S はゼロから電気自動車として作られた車としては世界で初めてなので、できるだけこうあの、まあ、チャージングコードというのも見えない形で、あの、そういう形で。あ、そうなんですか。
子供用のはこういう風なんですね。あ、こんな風にできるんだ。面白いですね。I'm next on the schedule. Do you want me to pull it down so we're doing drives or what?エンジンがないので、クラブ層がかなり大きく取れるので、うん、非常にまあ中の車の安全を、まあ、当然第一に考えて。さっきここに人が入ってましたけど、これ、ここはあの荷物入れに使えるんですか？人は入らない。普通は、いや、普通はね、入らないけど。あ、置けるんだね。はい、うん、そうなんですか、フロントにトランクがあるっていうことですね。そうだね、2つあるのいいね。中には、我々ではフランク。フランク。フロントのトランク。あ、フロントのトランクだから、フランク。あ、なるほどね。えー。